こんこん、みよすたです。ということで、今日から広告でよく見るうざいゲーム、これを毎日、実況していこうかなと思います。で、最近すごいこの広告を見るんで、ちょっとやっていこうかなと思います。で、僕、本当にクズで、毎日投稿しますって言ってから4日後にはもう投稿やめてるんで、今回はちょっと広告ゲーム、毎日連続で出していこうと思います。もうこれは誓いました、僕の中で。で、もうネタ切れが激しいと思うので、やってほしいね、うざい広告ゲームとかありましたら、コメントよろしくお願いいたします。で、今回やるゲームは、ヒーローウォーズですね。で、これね、宝をゲットするみたいな、全く説明ないんだよね。で、これ、ゲーム画面開いたらいきなりもうこの画面でもう始まってるっぽい。ちょっとやっていこう。で、これ多分この鍵っぽいやつを抜くと、なるほどね。右のやつは矢がどういう装置、右の矢は全くわかんないよね。回転とかあるね。これで矢をやると安全だよと。もう回転はできないんだ。で、マグマはどうすんの？これ引き抜いていいのかな？かなり強引だけどクリアしたっぽい。なるほどね。ステージっぽい感じになってると。なるほどこれ英語ですね、基本的には。わからないですね。やっていきましょう。ヒーローウォーズ、これもマジでね、広告ありすぎて、全然違うぞ、ゲームが。すごい、もうラスボス感がすごいんだけど。These are servants of the Demon Marax. Now we know our enemy. 敵だと、このマラックスが。デーモンマラックスが敵だということで。弱くね？デーモンマラックス2体来た、2体来た。オーロラ・ザ・パラディン・セットアウト・ア・ヒート・シー・マイト・ビー・イン・デンジャー。危険になってる、彼女がね。弱い弱い。いや、この剣が強いんだよね、多分。Who's trying to interfere with my plans? アスタロス Stop the アスタロス、止めてしまえって言ってるんですね。アスタロス、やめろ。You are under spell。英語能力低い。でかくなったぞ。何このクソゲー、大丈夫かな、これ。いきなりはい。もっと広告で見てる、謎解きゲーが普通なのかなと思ったら、RPG っぽい感じはある。敵が味方になってる。これがアストロスか？マラックスはゲザリングアーミー・オブ・デーモンズ。He's must be up to something。ようわからんけど、このアストロズも味方になったっぽいね。ちょっとずつ敵強くなってるかも。これ特に僕が操作するとかはないんだ。これタップすれば必殺出ると。なるほどね。チュートリアル的な感じなんで、ここはサクっていきましょう。こいつも使えるね。バリア系ね。これいっちゃいましょう。よし。ボーナス。出ましたね。出ました。これですよ。これが僕はやりたいんですよ。なるほどね。この謎解きゲーがこれ普通ですからね。これ多分、マークも落としちゃっていいんじゃないかな。ちょっと待ってね。いきなり難しいね。これが何？で？ほんで？はい。なるほどね。だから、ここにノリーの、マグマやリーの、水やリーの、これで黒曜石になって、紐でいくと。なるほどね。これがやりたいわけですよ。猫は置いてくんや。猫派だから全然欲しかったな。いやー、これがやりたいわけですよ。もう物語なんてどうでもいい。謎解きゲーをみんな期待してると思う。はいはいはい、もうここはもうサクッといっちゃいましょう。2分とかでタイム出てるよ、全然少ないね。あ、もうちょっと出てるわ。お、ちょっと強くね。ちょっと強くね、こちら。オッケーオッケーオッケー。7忘れちゃった、アストロズだっけ。もうなんか強いぞ強いぞ、もう強いぞ。よしよしよし。あー、なるほどね。物語系なんでね。多分みんなが見たいのはあの謎解きゲームだけだと思うから、なんか増えてる。なんか増えてるね、1人。これ魔法使い系か。なるほどね、 RPG 系なんだね、これは。なんか謎解きゲーでステージ1からステージ何まであって、1個クリアするとその次の謎解きいけるよみたいな、そんな感じかと思ったら全然違ったね、思ってたやつと。ガラード、オーロラ、立ち上がれ、ストップガラード、ザ・ダークメカニズムハズバウンドオーロラ、ガラード、キープアウェイ、トゥ・フリーハー、We must find all the keys, wait here, I'll come back for you, we will defeat evil together. 何サイって最後のもう飽きたね。こんなんで大丈夫なのかな。ちょっとね、謎解きやっぱりやりたいから、ちょっと謎解きが来たらまたやります。そこまでカットですね。いやー、今思ったけど、やっぱこの主人公の顔好きだな。この顔マジで見飽きないな。もう広告で何百回と出てきてるだろうけど、全然見飽きないんだよね。なんでだろうね。で、あれから結構進めたんだけど、全くボーナスステージが来ないね。もうそろそろ来てもいいかなって思うんだけど、全然来ない。もうちょいやり続けます。いやー、ボーナス来ないか。まだボーナスは来ない。レベルはね、どんどん上がってくんだけど、どこから来る？下から来るんかい。まさかの下から来る。よしよしよし。このバリアでも一方的でしょ。お、やばっ、めっちゃ食らったぞ今。なんかビクトリーということで。うわー、ボーナス来ない。うわ、来ないか。やばいことが起きてしまいました。だいぶ進めたんですけど、全くボーナスステージが出ずに、ここで詰まりました。勝てません。レベルももうなんか限界まで来てて、もう課金する以外で勝つ方法がなさそうです。やばい、これはクソゲーすぎる。まだ始めて1時間半ぐらいなんだけど、いやー、これもうね、初手で厳しいんだよね。もうこれ使いのブロック来い。これでもうブロックしてなんとか耐えるんだけど、こいつの回復力がやばい。本当にやべえ、こいつの回復力半端なく回復するから。いやー、マジで強い。無限ループなんでね、ほぼ。よし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 。で、この主人公の HP がもうほぼない。ここはもうぶっ破しちゃっていいかな。 OK で、こいつは残しときたい。左の4番目のやつやな。あー、これ使わないとやばい。死ぬな。うわ、マジか。うわ、終わった。これまた終わったわ。もうね、毎回これなんで、もう5回ぐらいやってる。勝てない。本当に勝てない。連打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 。いやー、頼む。爆弾男もう一回いけ。よし、おい、でかい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 。回復して。いやー、食われるのマジで強いんだよ、これ。バカ強い、食われるのが。オッケーオッケーオッケー。いったれいったれいったれ。うわー、終わった。マジで無理。レベルを上げようとしても、こうもう上げれないんですよね、マックスで。で、もうね、無理。いやー、きつい。ちょっとね、時間を置くしかなさそうですね。時間ゲーになっちゃうかな。それか課金か。課金でガチャ回して強いやつを手に入れるか、これ。いやー、課金はしたくねえよな、こんなゲームに。まずね、星1が続いてるんだよね、もうちょっと前から。いや、マジでここの初手でね、貯めて使いたくないんだけど、とりあえず一瞬でこいつ使って、右のやつバリア使って。うわー、回復入れられた。終わったかも。これはきつい。マジでここだよな。ここマジで全員貯めていきたいけど、うわ、回復力やべえって。お前の回復力やばいんだよ、マジで。いいぞ、いいステップ目。うわ、次いけ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 。よし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 。まあ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 。ほぼ全ダメ。回復異例のこいつも使っちゃう。もう全部使え全部使え全部使え。早くブロック。いいぞいいぞ。よし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 。ワンチャンあるかも。いけるかも。よしよしよし。5人残りは初めて。これは熱いけどたまってねえ回復。こいつが強いんだよマジで。強すぎだってお前。強すぎだって。あ、必殺出して。でかい。でかいけどもう死んだ。回復。あー、回復もったいなかったから今。早く毒使わして。あ、これが強いこれが強い。マジで食うやつ死ねばワンチャンあるワンチャンある。爆弾でけえ。もう一発で爆弾無理か。あ、勝ったんじゃねこれ。よっしゃいやーでかい。勝てたの。いやマジで久しぶりに勝ったな。なんかもらえる？うわ、何にももらえねえ。うわ、次も積んでるかも。うわマジか。3の6だもんね。ここクリアしないとダイヤモンドもらえないのか。くっそマジか。こいつらガチで強いんだよな。もう一回行こう。多分負けるけどね。オーロラ姫強いんかな。オーロラ姫は違うよ。ツムツムになっちゃうから。うわ、初見は多分普通に負ける。多分は強くね。硬すぎ硬すぎ。バカ勝て。オッケーオッケーオッケー。分散しろ分散しろ分散しろ。オッケーオッケーオッケー。ビームね、このバリア関係ねえんだよねこれマジで。このビーム、あーバリア使わなければよかったよなワンちゃん。オッケーオッケーオッケー。まあ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 、このバリアもう一回使いたいな。爆弾いって必殺。うわーこれきつ。こいつがねまずバカ勝て。もう一丁死んでくれ。おでけえ。しかも連続で溜まったぞ。倒すとねこれスキルポイントたまるから必殺技いけるけど、ここで死ぬ。で回復でたまえろ。ああ無理か。オッケー。後ろのあいつが死ぬのはでけえ。いけるんじゃねこれ。ワンチャンワンチャンいける。おお、もう一丁いけもう一丁いけ。よし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 。いったいった。これはいった。よし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 。波に乗ってるね。いい感じ。これでもマジで星1だからね。うわー来たボス戦。うわこいついるんだよね。回復野郎回復野郎マジで強いんだよ。どう戦えばいいの。マジでわからん。マジで星3のキャラ当てないともうマジできついかもしれない。あ、ここはいけそう。余裕だな。バリア使わずに来て。ここ余裕じゃねえ。なんかあれ なんだなんかめっちゃ余裕なんだけど。え、何があった。これ貯めて必殺技次ぶっぱしよう。これ多分次がむずいと思う。普通にあれそんなことない。あれ別に強くないと。あ、使い。オッケー。うわこのビームがねマジでうぜんだよな。オッケー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 。爆弾溜まった。バリア溜まった。主人公もほぼ溜まりそう。毒が来てね。うわここがむずいんだな。多分ここまでに溜めてないと無理か。オッケーオッケーオッケー。それはできるけど終わるかも終わるかも。は強くない。え、何。え、バカ強いんだが。うわ終わった。え、マジか。5人やられるラスボスで。うわこれきつ。皆さんこれが広告ゲームということを忘れてました。広告ゲームの代名詞といえば広告を見れば課金アイテムが手に入る。左下ご覧ください。エメラルドがなんと5回動画を見ると無料で30エメラルドもらえるということで、ちょっと動画見ましょう。なんでこういうゲームはアインシュタイン使いがちなんだろうね。IQ 出てくる広告ゲームアインシュタイン使いがちだよね。これちょっとアインシュタインに頼りすぎだよね。うん、アルキメデスとかでもいいんじゃない。どうなんだろうね。数学なら。よし溜まった。ガチャ引こう。買うぜ。よっしゃ溜まった。200。これでマジでガチャ来なかったらいいキャラが終わり。星3はマジで来てほしい。星3か、まあ、星2のマジで強いキャラ来てくれたの。え、ちょっと待って。かぶったってこと？ちょっと待ってよ。え、マジで待って。うわ、キャラかぶったってこと？嘘でしょ？うわ、終わったやん、これ。もう、え？